うまく打てればお慰めです。よろしいじゃないですか。はい、長為くんです。マスクしてるのでちょっと聞き取りにくいかもしれませんが、今日はですね、ガンショップバーストさんのシューティング場をお借りしまして、マルシン製 M1 ガーランド、夏以降打ってないので、打ってみたいと思います。最近なんかガーランド貸してくれと、ありがたいことに、そんなご要望があったので、まあちょっと打てるかどうかテストみたいな感じですね今日は。はい、球は 0.27 8mmBB 弾です。なかなか 8mmBB 弾ちょっと手に入らなくてですね、4g とか 0.4g とか0.45 とか昔はかなりそんなのが出てたんですがね最近こんなしか手に入りません。はい、こちらのモデルなんですが、ウレタンリミテッドモデルというもので、何でも限定30丁の、大変貴重なものらしいんですがね買った当時はですね、そんな貴重なものだと、夢にも思わなかったんで、クリップをですね、こんな感じでバンバンと当てましてね、ストックが傷だらけになっちゃいましたしかし、私の持ってるガーランドの中ではすこぶる、調子が良くてですね、気に入って、使ってます。はい、ちょっと、大きくてですね、なかなかフレームに収めるのが難しいものなんですが、こちら 8mmBB 弾モデルで、ガスを入れるときはこのようにチャージングハンドルを引いて、こちらからこんな形で、ガスを入れます。はい、こちらクリップなんですが、プラスチック製もあるんですが、こちらマグネシウム製になってます。クリップには8発入るんですが、自分はいつも7発にしてます。はい、でチャージングハンドルを引いた状態でこのように上から押し込んで、じゃあですね、はい、こんな感じです。安全装置は、こちらにあります。はい、クリップがポンと飛び出るのは、マルシンならではの醍醐味ですね。
外に出ると、結構、風が冷たかったりします。しかし、室内だと、ご覧のように、安定して打つことができます。まあ、M1 ガーランドは室内射撃向きですよね。調子良かったと思います。はい、短い動画でしたけれど、またお願いします。